はい、ひょうこれです。ゼロの続きから始めていきたいと思いますよ。ちょっと前回のセーブポイントと、からと場所違いますけど、まあ、この先の扉が開けるようになったってところなんで、ちょっとここまで来ましたけど、その前に、ビデオテープ見ようかな。ビデオテープというか、テープレコーダーか。赤いテープ123をちょっと見ましょうか。9月10日10時20分ダンスの引き出しから見つけた写真に気になるものが写っている。尾形氏のメモにあったここに住んでいたという民族学者の子供たちだろうか。相当古い写真で子供たちが鬼ごっこをしているものだ。写真の隅に白い着物を着た幼い少女がうっすらと映り込んでいる。その少女はこちらを指さし、その目は何かを訴えているように思える。まあちょっと前回倒した子供の霊にまつわることかな。で、ヒントを差し示してくれてる女の子も友間さんのところにも出ているようですね。じゃあ引き続き赤いテープにも。9月11日20時16分屋敷の隅々まで探したが、尾形さんは依然として見つからない。いくら広いとはいえ同じ屋敷にいて見つからないはずはないのだけれど、先に帰ってしまったのだろうか。昨日写真を撮ってから上事のように縄が増えたと言っていたようだけど。はい、じゃあ引き続きテルさんも。9月12日9時尾形さんを発見した。尾形さんの遺体はまるで麓の村で起こった変死事件と同じような、首と手足が引き裂かれて、まさかこんなことが。はい、まあ尾形さんが亡くなってるとこも見てしまったよってところかな。で、残念ながら友間さんも同じようになってしまった。たまにテープの中に映る声とかが怖いね。じゃあ進めるようになった扉行こうかな。あー、そうだ、これ忘れてた。今の一瞬もね、頑張れば取れたんすわ。だー、こいつは首がね、折れてねー。戦いにくい。あー、あや、怖いね。近すぎ、近すぎ、近すぎ。ドアップやんけ。じゃあ見てください。お触り厳禁です。あー、もうこいつもワープしてくるからうざいな。おいよ、取ってやるよ。ほら、あいつ怖っ。まあこの首の折れた霊がこのゲームにおける量産される一番の雑魚敵かな、だったかな。ほら、そういや、降りてくるやつあったあった。めっちゃ怖いよな。今度は高峰先生を追っていく感じですかね。ライターがあるよ。高峰先生のライターだ。紙片も落ちているようです。手帳ですか。友井くんが綺麗と呼んでいたあの女の会見は伝承にある縄の巫女と一致する。
そして智也くんを私の殺害方法も伝承にあるそれと告知している。あの女は縄の巫女だというのか。うん、縄の巫女ね。あ、はい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 、待って待って待って、取らせてください。じゃあ智也さんの奥方に行ってみようかしら。アイテムが落ちてるよ。赤い手帳の断片。鏡が砕ける、砕ける、砕ける。屋敷の中にたくさんの人が倒れている。たくさん、たくさん。みんな何かから逃げようとしている。そしてその必死の形相のまま、屋敷の奥から何かがやってくる。今まで感じたことのない寒さ。もう夢なのか現実なのかわからない。うん、まともさまなんか、感じてるみたいですね。このまま行ったろうか。あ、ここはなんだ。あ、思い出した。そろそろ怖いことが起きるんじゃなかったかな。やっぱりだよ。はい。うっせ。早い。まあ、残念ながら音量になったともえさんと戦闘です。そしてともえさんの位置がわからない。あ。死ぬかもしれん。え、どこ行った？は？なんだし？は？やっぱうまくいかねえし。はい、戻ってきました。どの位置がいいんだろうな。いや、近い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 。やべえなぁ。このゲームやっぱ苦手だわ。あ、うまく取れない。まずい。死ぬ。回復だーい。もういっちょ、もういっちょ。消えてる時間が長いし、ワープすげえするんだよな。ちょっと小刻みに取ろう。近い。あら。まだこのゲーム大小なんですよね。どこ行った？取ったるか、もう。なんでこんな急に感度良くなったんだ？
おうおうおうおお。やだ。そうそう、俺子供の頃もここ超嫌いだった。やばい、壁入ったな。あとちょっとなんですけどな。取ったら終わんね。あー、やばい。この前半でこの調子じゃ先が思い出られるよな。あー、なんかザーザー言ってんな。白い獣の少女がしきりに何かを訴えかけている。意識ははっきりしないけど、その声は不思議に頭に残る。しかしそれを聞いたところで私はどうすればいいのだろう。もうこの屋敷から出られやしないのに。砕かれた5つのかけら、鏡、先生に伝えて呪いを解く方法。まあどうやら鏡がなんか重要なアイテムぽいけどな。なんかザーザー言ってピラミッドが地味に反応してんだけど、どこだろう。わかんないから進みます。いやもう先に言うけど、ラスボスは触れたら即死の敵なんだよな。あ、数字覚えてない。なんだっけか。これか。3669か。いやー、厄介だな、シスント。さあ、ここは？お外だね。うん。待ちな。すごい助けてって言ってたんだけどな。うん。もうどうやら高峰先生も縄の跡がついちゃったか。青いテープ。うん、また、ともえさんだね。はや。来いよ、あ、やっぱ来ないでください。もうやだー。よし、戻ってきたぞ。戦闘だぞ。来いよ。
今度こそぶっ倒してやるよ。あ、もう無理かもしれない。回復だー。大丈夫だな。怖っ。こいつは、あれ遅いんか、俺が遅いんか。わー、逃げろーい。あれダメだな。全然僕いかねえな。回復だーい。あれせっかく巻き戻しの時、さっきの切り絵、一戦命令、ノーダメできたのにな。どうすりゃいいのか全くわかんない。もうなんか下手に、ゼロショットを狙わずに行った方がいいか。あら、黄色の時取れないな。これ歪ませられるのよね。あら、あなたさっきまでそこいなかったじゃないな。どこですか。あー、ダメだ。もう俺の中のスキル、苦手意識が発動している。なんか子供の時もできなかったなと思って。あれ、あー、嫌なんだ。ご神水の力。あら？なんか全然うまくいかねえ。なんか友さんも嫌いだな。ああ、もう全然うまくいかん。二度目の死が来る。全然ダメだな。これなんだよな。後ろに、どこだ、後ろか。でか。あ、いや違うなぁ。やだやだやだ。とりあえずこまめに取っといて。突進してくるときに取る。いや、まああともうちょっとなんです。やべ、めっちゃ手こずってる。あ、そしてフィルムもね。ちょっとこっちに切り替えて。あ、セーブポイントある。ちょっとセーブだけして、いや、ちょっとセーブだけします。セーブせずに行くかとか言おうとしたけど、もうセーブするわ。
中の様子は分からないじゃなくて、そのアイテムを拾いたいなって話なんだが。音はする。どこかが反応してる。こっちか。ここか。いや、少々。誰かの、開発チームの、娘とかがモデルなんかな。墓石の上にビニールに包まれて手錠の支援。黒い手帳。トモイ君が集めてくれた資料の中に、氷室家に伝わる5枚の鏡についての一節がある。その鏡はこの地方の災厄を払い、異界との門を封じるとされている。この異常事態の原因は、その鏡ではないか。先日の小さな地震で、この地方にある5つの、神社の御神教が全て壊れた。私は今回の作品を思いついたのも、その出来事を知ったことがきっかけだ。確か、持ってきた資料の中に新聞記事が入っていたはずだ。現存する御神教は5枚とされているが、一部の伝承にはもう1枚、本体の鏡が存在すると言われている。屋敷内で見つけた民族学者の研究所にも、そう記述があった。その研究所はあの女から逃れる間にどこかで落としてしまったようだが、ここからは私の推論になる。先日地震で破壊されたという、その5枚の鏡は、本体の鏡を監視する役割だったのではないかということだ。5枚の鏡が割れた原因は地震などではなく、本体である氷室御神教の封印が何らかの理由で壊れた印であり、そのことを我々に知らせる原因だったのではないか。うん。まあ、この鏡がどうやらやっぱキーになるみたいで。で、この氷室邸は、氷室邸に地下に行くほど地震が強くなるっていう、まあ噂というか事実というか、まあそういうのがあるんですけど、まあそれはちょっと後々出てきはするんですけど、とりあえず、その辺のアイテムを取ったところで、今回はこの辺ですかね。まあ、だんだん氷室邸についての、いろいろ謎が解き明かされていく形で、物語が進行していくんですけど、まだ第一章で、俺は、この敵に、めちゃくちゃ苦戦していることを見ると、まあ、2章以降、多分、さらに死ぬなってことがわかります。まあ、それでも、よろしければお付き合いください。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひょこねでした。さようなら。